でね、結論から言ってしまうと、この人工甘味料、何がいけないのっていうところで、食べるクラブ。皆さんこんにちは、レナお母さんです。はい、今回は添加物第4弾ということで、人工甘味料をやっていきたいと思います。前回ね、第3弾の時にはお砂糖とかね、あと果糖、ブドウ糖、液糖みたいなものについてやってきました。で、やっぱり甘いものということで、とてもね近いんですけれども、今回は人工甘味料についてやっていきたいと思います。はい、じゃあね、人工甘味料ってそもそも何っていうと、総称ですね。人工的に作った甘いものの総称で、で、日本で許可されているのがアセスルファムカリウム、サッカリン、アスパルテーム、スクラロース、ネオテーム、アドバンテームみたいなものが使われています。これね、今言ったものが、すっごい甘いんですけど、この間にお話ししたお砂糖とか果糖、ブドウ糖、液糖っていうのはね、甘味度っていうのがだいたい1に設定されています。お砂糖がね基準になっているんですけども、お砂糖はですね、基本的に甘さの基準としてお砂糖があるんですけど、果糖とブドウ糖が半分ずつ入っている形になっています。でね、今回のこの人工甘味料系なんですけど、結構ね幅があります。アスパルテームみたいなものがですね、約160倍から220倍、スクラロースだと600倍ですよとかで、このね、あとすごいね、甘さがどんどん甘味度がね上がっていくんですけども、ネオテームっていうのになりますと、約ね7000倍から1万3000倍と言われていて、でその上のアドバンテームですね、それはねもうね1万4000から4万8000倍とね言われています。ということはですよ、普通にお砂糖を小さじ1杯のところ、本当なんかちょっと耳かきでも、まあ、甘すぎるんじゃないのみたいな、そういう甘さになってくるっていうね、ものすごい甘いものなんですよ。で、それのいいところ何かっていうと、少量だけね、ちょっとだけ使えばいいじゃないですか。っていうことは、安く商品が作れるっていうことでね、非常に安価に使えるよっていうので、いい面もあります。で、じゃあどんな商品に入ってるんですかっていうと、ね、結構糖質ゼロのものに入っていることが多いなという傾向があります。ガム、飴、アイス、お菓子系ですね。で、タブレットとかの中にも結構入ってますし、あとね、加工肉にも使われていることもありますね。でね、あとね、あ、そうそう、寒天とかゼリー系、こういうね、なんかちょっと冷たいお菓子とか生菓子にも最近はね、結構裏見ると入ってることが多いです。あとね、ジュース系ですね、やっぱり。こう、液体にして、特にカロリーゼロ系のものにはもう絶対入ってますね。なので、そこら辺は入りやすいものですね。ホニャララコックさんのカップラーメンとか、ああいうのにも物によって入ってるのがあったりとかして、結構ね裏見てみると、あ、意外と入ってるかもみたいなことがあると思います。あとお漬物ですね。日本人結構お漬物好きじゃないですか。で、キムチとか普通の浅漬け系とかもそうなんですけど、結構ねお漬物はね、いろんな添加物入ってることが多いです。その中に人工甘味料も、やっぱり甘いとすごくね美味しいっていう風に脳が判断することが多い、感じてしまうので、入ってることが多いですね。お酒もあの甘いやつで、まあ、カロリーゼロもそうだし、カロリーゼロじゃなくても入ってることもあります。なので、ね、そこら辺のものに入ってるんだなっていう当たりをつけといてくれたら、こうね裏見てくれた時に、あ、これレイナお母さんが言ってた人工甘味料だってすぐわかると思います。でね、結論から言ってしまうと、この人工甘味料何がいけないのっていうところで、結構専門家の間では平気だよとか平気じゃないよっていう風にね、いろんな意見があります。で、まだそのわけは、歴史自体がまだね約140年ぐらいしかないんですね。人工甘味料ができてから、発見されてからそれぐらいしか経ってないので、あの実験がまだ進んでないって、まあ、全容が明らかになったわけじゃないし、で人間がそんなにまだ摂取すごくしているわけではなくって、流行ってきたのって本当
糖質ゼロとか流行ってきたのってここ10年ぐらいじゃないですか。でまあそれぐらいで、ね、そんなにこうガンガン取ってるわけじゃないけど、あれでもなんかいろんな影響出てきてるんじゃないのかなみたいな話もあったりするっていうのが今の、人工甘味料の現状です。じゃあどういうね、どんな主張があるのかっていうと、大丈夫だよっていう方たちに多いのは、まあ基本的にはちょっとしか使わないから、そんなにねお砂糖みたいにいっぱいドボドボ入れるわけじゃないから、だったら平気でしょっていうのもありますし、まあそういういろんな論文とかもあるんですけど、じゃあ 逆にね、本当にリスクないのっていうところが私は知りたいわけですよ。で絶対安全っていう風にはやっぱりなってなくって、例えばサッカリンなんですけど、カナダではもう今使えません、使えなく禁止になってます。でも日本ではまだ使えるんですよね。一回ね日本もやめたんですけど、作り方変えたから大丈夫ですって言ってもう一回許可が出て、今は日本では使われてます。でね、そういう風に結構変更もあるし、わからないっていうのが多分正直なところなんじゃないのかなって思います。で人間でも実験されているものもあれば、やっぱりねラットさんに手伝ってもらって実験しているものもあるので、そこら辺がね、その直接じゃあ人間と一緒なのってなったらまあわかんないけどっていうところもあるけれど、でもですよ、でもやっぱりどういうのがあるのかちょっと見ていきたいじゃないですか。ということでね、主に5つです。はい、5つ、ホルモンに影響がある。そして2つ目、味覚を鈍化させる。3つ目、肥満の原因になる。4つ目、依存性がある。5つ目、腸内環境を悪化させる。ということでね、ここら辺が結構主に指摘されているところの5つだと私は思っています。はい、でね、ここホルモンに影響があるっていうんですけども、このねインスリンっていうね、あの血糖が上がった時に糖分をその血液から脂肪に変えてこう吸収してくれるインスリンがあるんですけど、このホルモンがですね影響を受けてしまって、これがずっと続くと、能力がね、インスリンの能力が疲弊してきて糖尿病になっていくんじゃないかっていう懸念がされてます。糖尿病の原因になるっていう風にね考えられてます。2つ目の味覚を鈍化させるっていうところですね。これ薄めて使われてはいるんですけれども、非常に甘さが刺激的なんですね。だって砂糖のアドバンティムなんてすっごい強いやつだと48,000倍なわけですよ。っていう、今まで人間がこう口にしたことないようなぐらいの甘さが来て、それが脳にこう伝達されるわけですね。でそうすることによって味覚をね、甘さを感じる、その味覚をどんどんね鈍化させていってしまうっていう風にね言われています。でこの3つ目の肥満の原因になるってやつなんですけど、グレリンっていうね、これまたホルモンなんですけど、胃からね、お腹の胃から出てくるホルモンです。でこのグレリンっていうのは脳の視床下部っていうところにね働きかけて、お腹減ってるよって食欲をこう出させるようなホルモンなんですね。なのでこれがその人工甘味料によってすごく刺激を受けてしまうと、カロリーはゼロなんだけれども、すごくお腹が減ったっていうサインが来るから食べたくなるわけですよ。でそうすると他のものを食べてしまって、でそのループにはまっていくっていう風になると、せっかくカロリーゼロだからダイエットとかね安全かなと思って食べてたのに、逆にすごく自分がお腹減ってしまうっていうね、それなんか本末転倒じゃないみたいな現象が起こってきてしまいます。次がですね4つ目です。はい、こちらね依存性があると言われています。でこれはですね、まあお砂糖とかもやっぱりそのそうなんですけど、やっぱり快楽中枢ですね、脳の快楽中枢、報酬系のところにね作用したりして、ドーパミンを出させるんですよ。でそうすると、あ気持ちいいって頭が脳がねなって、あこれいいんだって思うわけですよ。でそうなるとまたその感覚を味わいたくなって、でそれでまた食べたくなってしまうっていうところで、どんどんねそのループにはまっていってしまうので、このループが人工甘味料にもあるよっていう風に言われています。5番目、はい、こちらの腸内環境を悪化させるっていうものなんですけど、これもね実験で、その
人工甘味料が入っているものを摂取していた時に腸のね、腸内フローラって言ってそのバランスですねが非常にね、悪くなってしまったよっていう実験結果が出ています。なのでやっぱりこれちょっと問題あるかもねっていう風に考えられているところですね。でやっぱりその腸内フローラがどうしてもやられてしまうとやっぱり今ねコロナとかコロナだけじゃないですけど免疫系にね非常に作用してきます。やっぱり腸ってすごく第二のね脳とも言われててすごくね体の免疫を司ったりとか機能を司るのにすごく重要な部分だって近年言われてきてるんですけどもそこが傷んでしまうとその後に入ってきたウイルスとか細菌とかにやられてしまうことが多いのでその太ってしまうっていうこととか味覚が鈍化してしまうとか糖尿病の危険があるとかあと依存性があるだけじゃなくて他の、ね、病気が入ってきた時にそれを防ぐことができなくなっちゃうような状態になっちゃうよっていうのが問題になってるのかなと思います。で確かにこれらはもう完全にこういう結果出てるからやめましょうというほどまでには今のところは、ね、なってないわけですよね。一応使えることにはなっているので。でもそういうふうに実験結果も出ているところを見るとそのリスクを取ってまで本当に食べる必要があるのかっていうのは考えてみてもいいんじゃないかなって思ってます。なのでやっぱり結構入ってるんですよそういう添加物の中に。でまだまだわからないしでまだ入れられ始めてるばっかりだしで一つはこういう添加物の実験する時っていうのはそのもの単体でやってるわけですよ。でその時に一応大丈夫だよねってなってるけど私たちの生活っていろんなものを総合して私たちの体ができてるわけじゃないですか。そのもの単体だけを食べてるわけじゃなくっていろんなことの影響を受けながらやっていることなのでやっぱりね、そういう時にリスク高いよって言われてるものをじゃあ積極的に取った方がいいかっていうのは自己判断なんですけどもやっぱり選んでほしい。そこはねやっぱり選んでほしいですよ。これね見てくれてる方にはやっぱり元気であってほしいしね、みんなが元気であってほしいからこういう情報も出してますしだからねやっぱり自分が食べるものこれすごい大事です。毎日のことだから本当疲れてる時とか本当にあって分かる私もあるからついついね手が簡単にできるものを食べたくなったり外食もするしそれはそれで楽しめばいいと思ってるんですけどできるだけ毎日自分が食べるものはちゃんと裏を見てあこういうもの入ってるんだでこういうもの入ってたら例えば今回だったら人工甘味料だけどあこれってそういえばなんかちょっと太るとか依存性あったなとか糖尿病になる危険あるやつだったなって分かったら違うものを選べると思うんですよ。もっとシンプルな材料ばっかり書いてあるやつがあるからでそういう原材料のものをできるだけ少なくてもし多かったら少ないやつを選ぶっていうのでも OK だし自分の好きなものを食べるのは大事だけど自分の体が喜ぶものもすごい食べてほしいなと思ってるのでまずはねそうやって自分の体に入ってくるものをちゃんとチェックしてあげて自分の体が喜ぶもの自分が健康になってやっぱり死ぬまでね付き合う体だから元気でいてほしいと思うわけですよ。一瞬一瞬をね楽しく過ごしてほしいのでそういう風な目線でも食品を選んでくれたらすごく嬉しいです。ということで次回は今度ねまだ添加物シリーズ続きますのでそこら辺もねもうちょっとやってからこっちこういういいやつあるよっていうのを紹介していきたいなと思ってるんですけどもはいということでね次回は着色料についてやっていこうかなと思っています。ということで今回の動画良かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そして毎日更新しているブログもありますのでよかったら遊びに来てください。ではまたねー。